ずい。おお、旅人ボン。うわ、なん。そりゃちょ。だからこ、そうだ。な。この辺なら大丈夫だ。早く。何から話すか。俺こ実へえ。いやいや、反応薄くないか。ほら見ろ、こ母親のくせ毛が昨日手記にけどな。おたかや祖父のテニス、もともとはその真剣しか争いを避けるため、祖父世界は未知に未だが、近頃そりゃダメだ。とにかくほう、助かる。なあ、どうだ、ワクワク。とりあえず遺跡のことの、ルカディ。でもめぼしい手がかりを見つけられなかったな。さすがは真剣の隠し場所だ。とりあえずもう一度ガイアに会いに行こう。戻って、はあ、いや、そこでだ。本当か？ま、そうと分かればさ。そ、俺パス、もちろんじょ。へへ。旅人、それ情報屋は人、もちろん。いや、それじゃあ湖に、この情報が記されているか。これ、はあ、でもこんなもん。まあ、この紙は水と、も手に水、謎と湖の城はもてこ巨大なカニの足は8本だ。おお、風車の、あとは残りの、おた行こう。
今回も絵がつくな。もうダメだ。とにかは何かお前らがなあ、まあ確かに清き泉の女、そんなはじまさ、これはのいいは、それならモンドの滝の最後の氷元素を扱え、大した。じゃあん、なあ、違った。風と共に去れ。旅の収穫だ。これで、それよりそれじゃあ、ほわすぐに、たとえおいらぜい天下さあ歩か、歩くの、わかっか、ネズミだろ、ビクビクさっさ、消してあとはこちらに任せて。お、いざ、お、おかしい。
お楽しみのところも仲間とやらがここに来ることはないぜ。そもうわガイア。ほう悪いがこ無駄足ご。え？おた盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい何をする気だ。おとなしく捕まってたまるか。なん。面倒なことをしてくれる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああそれも悪くない提案だな。ま待った、わかった、ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。少し残業するか。逃がさないわよ。消えるんだ。ないわよ。ちょっとビリビリさせ。あとはこちらに任せて。お、いざ。お、おかしい。おいら、ふん。み、俺の、俺。お楽しみのところも仲間とやらがここに来ることはないぜ。そ、もっち。うわ、ガイア。ほう、悪いが無駄足。拒まれたの。おた。盗賊ごときに騎士の何たるかを語られてもね。おい、何をする気だ。おとなし、なん、面倒なことをしてくれる。おい騎士、なんとかしろ。俺を見殺しにする気か。ああそれも悪くない提案だな。ま待った、わかった、ちゃんと罪を認める。認めるから早く助けてくれ。交渉成立。はあ少し残業するか。頼んだわよ。極寒、私の意のままに。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。ついてこれるかな。百発百中。にくちょっとビリビリさせないとね。
邪魔しないで。しびれさせちゃうわよ。約束上は隊長、こいつらが偽情、ストップ、お宝でない、ルイ行こう。まあ今回のこのそうだ、ま、分かって、お前たちのような優しい、今回の件は本当に、それじゃ俺は帰って奴らの尋問をしてくる。今日はこビビト、結構けど、飛行、名前の、毎日あちこち飛んでたから、にひ、じゃあ、まさか、今日は試験、テスト、それに簡単な試験だから、でも、この飛行指南をあげる、例えば、とに、ぶわ、うん、セピロスき、世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原をなで、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。飛行指南はつま、そうか、面白、私も風すら、それじゃ、うん、ちょっと見せて、ごめん、全然違う本なの、間違えた原因、大事なこの言葉、私がマークしたルートだ。次の、よし、オイラたちもも本土に戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。
前回と同じで。お困りですか？風の翼、まあ、このテスト飛行免。そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士だ。え？飛行免許を見せてくれる？免許、君には。待って。ま、この隊の会長。会長。モンドの。そいつ。あ、まんま修道。あまりに。飛行のプロか。なら、このアン。最後に。安心して。ちょうど旅人もいるし、そのか。あんな下っ端じゃ私たちも止められないのに。それに文化財も見当たらない。まだ会長が持ち歩いてるんだね。こんなとこまで来るなんて。目印、そっか、痕跡。そう、よし、旅人、元素の子。ここからい、でもこの様子、おい、うん、そう、おう、じゃ、元の旅人のために作った特別、あんたは旅人、どうかな。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。会長と飛行免許はこの。Thank you.
できると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。さあ。任せてちょうだい。ついてこれるかな。星の五加護は、はっ、ね、はっ、ね、ついてこれ、完成。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。ピュン、頼んだわよ。はっ、邪魔しないで。アンバー、あそこだ。やはり来たか。あんたが小娘、ね、セピロス騎士団をちょあ目の前、ま、けどか私がそれに、さらばなあ迷って、けどしん、おいなあ旅人、最初私の答えを見て。うん、どうして飛べる。落ちる落ちる落ちる。
勇気ある人に加護を与えるんだよ。諦めて捕まりなさい。消えるんだ。逃がさないわよ。極寒、私の意のままに。ウサギ伯爵、出撃。ちょっとビリビリさせないとね。会長が逃げた先はもう行き止まりだった。だから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんだよ。ああ、だからオイラたちを諦めさせようとあんなこと言ってたのか。まあそう簡単に騙されたりしないけどな。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であってもそれが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った 90% が全て勇気なんだ。さっきのアンバーはそれか。またアンバーって。それはもんせっかく。でもいい旅人、時間があったらじゃあモンドに。もう行っちゃった。さすが偵察機。こっちもモンドロだ。飛行免許取得の道は。おめでとう。これが飛行。まあ、あんたの飛行。そうだ、次の飛行大会には私のスピードについてこれる人。じゃあ私に負けるまで飛行規則は守るんだよ。アンバ。バーバラ、堂々登場。私はリーウェイから来た。準備万端だ。出発。マジックスタート。
わったら。それが我直ちにモンドけど、おや帰国のモンドのセピロスよ、今回事実まあ協力は風魔流。しかし施設外交の施設団か、リウエコーかスネー、そのし、ああでもあまりいいふ、それにそれが見え見えなんだ。どうかし、こんなところで大事な話をすべきでは。さっきのやつも嫌な、これはある力が含まれた結晶だ、リサ。ええ、結晶の中に汚れた不純物があるわ。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。あ、ええ、何か進展があったら、まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、なるほど。この怪我、でもおかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに。とにかく、この結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。不思議な現象、これら。そうだろうと。では、セピロス。セピロス騎士団の、それから風魔流の暴走、変わった真実、何か。さっきあの時、なあ、やっぱり覚えてたんだ。下にいるあの人と同じくらい。そうだ、でも同じと。緑の元素資格で、足跡が、僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつなびき、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、
一頭の悪霊が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって、竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。トワリン？なんで名前を。さ、おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは、ぼ、オイラたちが、もちろん。ん？おい、記憶喪失のふりは、あれを見せるか。おや、あれ、結晶が浄化さ。これはトワリンが、風魔竜が苦しんで長な、優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。え？君、本当に不思議な力を持っているんだ。君のような人が日向にいれば英雄に、日陰にの、たとえ彼は怒りの中で自分をも、うわ、自首はサクス竜の涙を、個人おい、モンドの英雄の象徴だよ。またね。もう、あいつからしたら、お前、それに、もう、あいつの声を知って、でもあいつ英雄の象徴って言ってたよな。おや、来たんだね。そろそろ来る頃かな。風神バルバトス、隣のリーユエにいる岩神や稲妻ど、それ、ま、そんなに急いで教えても、どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。ちょっとビリビリさせないと。逃がさないわよちょっとビリビリさせないと。しっ、はっ、やっ、とっ、頼んだわよ。
ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。そうだそうだ、さでもかあれは心臓だから今回目覚めたか、彼らの荒野のヒルチャールもやつここに来る。でも今僕木々の君と一緒、それでそれはそのせいでトワリンの呪いをはそうねえ、モンドの取りに行くんだライア。それでモンドの天空の本当もちろん過去未来、僕の目を見て。それで大聖堂、まずは下調べだ。まあ見てて。こんにちは。風神のご加護が実はあらでそおあれはとそ豆腐うあだうんこれ以上僕驚いた。他にまま最近うんでもよすくそれ君もやってみないかい。風神のご加護、あら、どうしてここに。本当、あなたの彼はで天空、それにか、それで、きとにかく、最近。はあ、わま、それに、こんな手、なんか、誤解しないで。これはもう、さて、自由意志を尊重して、さあ、話そう。真面目に、だって、僕は歌うこと以外、それに泥棒でも君ミスして、それにタイミングミスを君はどう思う。確かにそういった気がだから、おやこいつの過去に関してん、何をしてる。逃げろ。
気づかれた。走れ。ついてきて。ディルク様、こちらがはい。オーナー、2階なら、しかし、君は演奏はまた今度やらせてもらうよ。彼らを見張って、どうも。あ、ディルク様。金にならないものを盗むバカがいるとはな。ああ、話がそれたな。かしこまりました。ディルク様、ありがとうございます。今日はどれ、カウンターから取って。冷たいのでいいかな。まずはそれなら安心して。こちらはディルク。彼はいつもは衛兵から先に言っておくと、君たちがバカだとしても、こちらは騎士スーパールーキー。君はあの銀融詩人、君のような人材が騎士団に入るなどもったいない。セピロス騎士団は風魔竜の剣に関してずっ外国いい、この話。リルックはセピロス騎士団が好き、目指すモンドに。それで質問に本当にトラブルは怖くない。じゃあ状況、じゃあ報酬はいいね。先ほどのこれなぜだ、どうかな。おもし違法し、それならでは夜。んだね、ん、君は先に言っておくと、それから栄誉騎士の君いが天ではディルクが言った。そうだよ、いいよ、信じがしめ。でもこれはそんなことをすれば務めをただせだから先輩はやめ触れちゃい、とにかく何事、モンドとす氷の神が、そうだ、もし天空のもすでにディル、さすがにわかる異邦人、この辺の見張りが秘宝ドイツがかなりモンドに死にやら、さっきさ死にやらって言ってたよな。変わった名前だな。
ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニョーラだ。ファデュイが七国をかっ歩し、セピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。ビリビリさせないとね。はっ、逃がさないわよ。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。のご加護は、うん、あ、いや、それ、怖がらないで、は、完成、それ、逃がさないわよ。ビリビリさせないとね。はっ、邪魔しないで。封刃と、はっと、完成。逃がさないわよ。私のご加護は、呼びかけに応える星たちよ。しびれなさい。はっ、ふぅ、それ、ふっ、探し回ったけど、鍵はここにないな。別の部屋を探してみるか。あとは最後の部屋一つだけだ。きっと鍵はそこにあるよな。何しに来た。あ、いや、で、うん、うん、いいだろう。鍵は、から湧いてきた。このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。
さないわよ。判決を下す。頼んだわよ。は？邪魔しないで。と。せ。は？は？逃がさない。ウサギ伯爵、星のご加護を。それ。逃げられる。逃がさないわよ。邪魔しないで。怖がらないで。封じ。ちょっとビリビリさ。風と共に去れ。逃がさないわよ。もう逃げ道はない。封じ。ちょっとビリビリさせないとね。ウサギ伯爵、お帰りなさい。あ、それは天空のライヤー。風が流れ、どう、うん、みんなが見、ディルックの酒場で、僕の酒場のディルック、おい天空、とにかく、でも君の出番だよ異邦人。安心して、風元素の濃度が、君はとよし、それを、なんだ、天、旅人が結晶を浄化、けど満タンになるまで待って。でもどうやって涙、今でも来るとわり、かわいそうだな。これは涙の結晶を入手した、うん、おいお、弦を弾くのには手もひ、うん、ムカつく。よし、決め、ほっくい、ちょっとビリビリさせないとね。百発百中。早く投降しなさい。頼んだわよ。逃がさないわよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。
ごっこん、私の意逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとな。ついてこれるかな。頼んだわよ。雨のような、やお、逃がさないわよ。せっ、消えるんだ。ウサギ伯爵、ちょっとビリビリさせないと。星の御加護は、逃がさないわよ。邪魔しないで。ウサギ伯爵、ちょっとビリビリ。はっ、はっ、ね、はっ、頼んだわよ。逃がさないわよ。はもう逃げ道はないよ。と、あ、邪魔しないで。ちょっとビリビリさせないとね。まさか、こん騎士として…旅の収穫だね。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないと。逃がさないわよ。ウサギ伯爵、出撃。飲んだわよ。逃がさないわよ。反則だよ。邪魔しないで。
っとビリビリさせないとね。頼んだわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないの。怖がらないで。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。ちょっと。ウサギ伯爵出撃。逃がさないわよ。完成。はっ、邪魔しないで。ちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。ウサギ伯爵出撃。頼んだわよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわ。完成。極寒、私の命。ちょっとビリビリ。星の御加護は。逃がさないわよ。逃がさないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさない。邪魔しないで。逃がさないわよ。
逃がさないわよ。完成。封刃頼んだわよ。逃がさないわよ。星の五加護はちょっとビリビリさせないとな。逃がさないわよ。やみつきにならないでね。邪魔しないで。星の五加護は転がらないで。消えるんだ。邪魔しないで。雨のような矢を封刃。セイハッ。星の五加護は逃がさないわよ。セウサギ伯爵はっ。呼びかけに応える星ちょっとビリビリさせないとね。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。頼んだわよ。邪魔しないで。逃がさないわよ。ちょっとビリビリ。百発百中。逃がさない。封刃。星の五加護は。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。頼んだわよ。風と共に去れ。邪魔しないで。油断。それにディルック、最近ファディがあなたの集めた結晶だ。決闘はとにかくまずはこれらこの目でこれ
この前みたいに。やった！任せ、ありがとう。それでもうこのワイナリーも。ああ、ワイナ海風逆。なるほど。うん、え、それは星落としの湖。あ、こないだ山の伸びる方向に沿って登ると。詩人。ふむふむ。たし、ではみん了解だ。あ、よし、ここ景色が運命の再会という。じゃあどんな結果が待ち受けてここだが、まさか。ああ、騎士だ。はいはい、みんな少しはん、この世でもっと。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融野郎。そいつに騙されるな。哀れな竜よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン。バル、ウェンティ殿、自分の身を守っでも、そ天空の、ま、うん、こんな風に壊されたら。その通り。じゃあ、て、その必要はない。え、あ、ティルク騎士団が嫌いなのに。パイモンちゃんの口調が急。とにかく奴らに分かる。も、殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。たとえ見上げなくても、星空は永遠。私たちを見つめている。